懐かしの、昭和歌謡でございます。例の服部良一さんね、の名曲でございます。ちょっと古い映画で、トキワ荘の青春という映画がありまして、例の漫画集団ね、梁山泊と言われた、トキワ荘、もう手塚治虫とか勝川不二雄やら、ね、ああいうそうそうたる連中が若い時に過ごしたトキワ荘の物語の映画なんですけど、その中でちょっとこう最初の、ちょうど寺さんがこう起きてきて布団を上げて、で、なんかこう廊下をバタバタと編集者とか走り回ってるところにパックリ小さくこの、胸の振り子がこう聞こえてくるわけですね。それがまた何とも良いという、なんか昭和歌謡はねちょっと気に入りだしたんで、なんかそういうきっかけのがありまして、また映画、とてもいい映画だ、また見て機会がありましたら見てあげてください。